続いてはキングスキャニオン王決定戦。全てのポイントがリセットされて始まった第1試合の結果は、最初に観客を沸かせたのは元プロゲーマーウォッカ。いや次のアンチは苦しい。上からも狙われている。シュンビーだ。さあ UD ペンギン2枚ですが、出てくるところを狙うアンチ際からウォッカ、ウォッカ、上からシュンビー DZ 落として、残ったのモコビー。さあ目の前に来た。キャラカップしながら落としてしまう。ウォッカがチームを救うスーパープライ。さらにさあ、いよいよルペンギン一歩下がった。ゼロバケの上からウォッカが狙った。ウォッカ、スグラのスレンダーマン2色アイテムを落とした。これで全滅。そして最終演に残ったのは3部隊。果たして結果は。フルで残っていたレフェゼンバルクアップ。さあレフェゼンバルクアップが狙うが、ヒルカーのローリングサンダー。そのスモークの中で状況が取れない。チャンネルが床を返して残ったのはサクノミ。さあ混戦になってきた。マサノミがかなり HP 残っている。レフェゼンバルクアップがかなりいいチャンス。目の前にはサク。いやこれで来るか。サクスダがサクに気づいた。レフェゼンバルカップということで、皆さんおめでとうございます。チャンピオンおめでとうございます。いやもう本当にね、本当チームのもう怪物のマサノリと天才のピノちゃんと荷物持ちの俺でもう完璧な布陣だったんです今回は。はい、ありがとうございます。いや素晴らしいチャンピオンでした。おめでとうございます。そうですね、最初から最後まで結構冷静にコールできたんで、で2人ともずっとついてきてくれたんで助かりました。めちゃくちゃ、まあ、ランパートの強さを生かして綺麗に勝てたんで、まあ、次もちょっとやっちゃおうかなって思います。井の一番でやられてしまった津田さんにお話を聞けというところなので、どうもだってですか。ちょっとね、背中を狙われた。走ってたら後頭部に当たって。あ、ゴーイゴーイ、まずい、これゴーイゴーイだ。やばい、スー、すえー、これはスー出ます。あの最初のシーンでやられると思ってませんでしたか。思ってない。あんなズル台ですか。ちょっとね、あれズル台ですか。なんか3人ぐらいから一気に撃たれてましたからね。そうですよ、本当に、うん、一瞬で死んでしまいました。キングスキャニオン王決定戦第1試合の結果がこちら。おお、これかなり差ついてますね。レフェゼンバルカップ21ポイント獲得中です。これチャンピオンでかかったですね。いやそうですね、ヒールポイントもかなり持った状態でという、そんなチャンピオンになりました。